岡本を4番から外す。巨人は29日、首位広島と対戦。1位2で競り負け、連勝はならなかった。チャンスで凡退し続ける岡本に対して試合後にコメントを残した。岡本もどうしていいかわかんないんだろうけども、あそこで切れてしまうことが多々あるんで、ちょっと打線の組み替えを考えようかなと思います。遅えよ、お前が打撃見てやれよ、矢野に任すな。遅いは今更、あとバントももう少し考えろ。まあ5番やろ動かしても6手ごとはないやろ。やっとか、でもエリー4番はやめろ、3番でいいぞ、誰にすんだってのはあるが。候補いるのかって言われると疑問だけど、大城とかだけはやめとけよ。岡本の得点圏がグロいのは確かだけど、それ以上にお前のバントが点取れてない要因になってんだわアホ。岡本は別に悪くないだろう、一応長打1本出てるし、毎回毎打席結果出せたら苦労せんて。それより5番大城がちょっと頼りない、4番5番がストッパーだとさすがに厳しい。ハム戦で5番良い仕事した萩尾に次のチャンスが回ってこないのが信じられん。250でいいわけねえだろ、巨人の4番の話をしてんだよ。阿部監督、岡本を5番にして丸を4番にするぞ。